どうも、皆さん、こんにちは。着物です。えー、本日はですね、えー、今日、2019年の9月30日なんですけども、本当に、今さっきね、発表がありました。ラインポイントから、東京メトロポイントの交換が終わります。こちらですね。こちら。今ですね、 えー、このリクマイラーっていうポイントサイトを運用した ANA マイルを貯めるやり方としては、まあ一番ね、ポピュラーなやり方でもあると思うんですけども、まあこれも個人的見解なんですけども、えー、ポイントサイトから、えー、ポイントルートをね、経由して最終的にラインポイントからこの東京、えー、東急、えー、東急メトロポイントっていうものに交換してそこから ANA マイルっていうのが、今一番還元率がね、ポイントサイトから一番還元率が高いね、 え、ルートとなっておりまして、え、私もね、これもう、一年、もずっとリクマイル始めてずっとやってましたんで、ずっとこのカードをね、東京メトロポイントから、え、ANA マに交換して、使っていたっていうものなんですけども、本当に今日 <laughs>、発表がありました <laughs>。すごい残念ですね。本当にすごい残念。 あのー、今81%でね、各ポイントサイトから8100マイル、1万ポイントあった場合8100マイルに交換できたんですよね、今までが。それができなくなっちゃいますんで、2019年12月で終わるということですの、12月いっぱいだったかなちょっと中旬だったかなちょっと詳しい画像を出しておきますね。ですので、今ね、ポイントサイトにポイントを持ってる方、まず持ってる方は、えー 東京メトロポイントから A n a マイルにね、交換できるのかどうかをちゃんと計算してから、ラインポイントに交換してくださいね。そうしないと、ラインポイント難民みたいな感じになっちゃいますんで、まあ、あの、使えなかった、あの、交換できなかったんで、ね、ちょっともったいないですので、ひとまず今持ってる方は、そうしていただいて、あの、今後じゃあどうするかっていうことになると思うんですよね。で、私のチャンネルでもね、もう紹介してるんですけども、こちら。 こちらね、ANA の、えー、東急クラブ級カードっていう、えー、東急ポイントのね、東急のクレジットカードで、こちらは東急ポイント。ちょっとわかりづらいですよね。こちらは東急ポイント。こちらは東急、東急メトロポイントっていうことで、まあ、同じ東急ポイントなんですけども、こっちは東京メトロのポイントなんですよね。で、こっちは東急って百貨店あるんじゃないですか。そっちと多分提携してる。多分。 <laughs> 大元を知らない <laughs>、まあ。ま、東急ポイントのポ,、えー、ポイントなんですよね。で、今後はね、こちらがとりあえずのメインルートになると思います。で、こちらの還元率が75%っていうことですので、仮ね、1万円分のポイントサイトにあったとした場合、ANA マイルに交換すると7500マイルになるっていうのがこちらの 投球ポイントのルートになります。で、ポイントサイトからだと、えー、サイバージエージェントが運営している、あの、アメーバブログとかで有名ですよね。まあ、アメーバ TV とかもそうですけども、そこが運用しているドットマネーっていうポイントサイトに交換して、最終的にこちらの投球ポイントに交換して、ANA マイルに交換するみたいなルートになります。えー、それではですね、 えー、今日ね、私の動画で、えー、紹介させていただいたんですよね、えー。EC ナビとファンクルのモニター案件。あのー、ファンクルはいいんですよね、えー。この東急メトロに交換ルートであるドットマネー交換できるんですけども、EC ナビと、えー、ポイントタウン。この二つ、まあ有名どころだとこの二つだと思うんですよね。この二つはですね、 ドットマネー対応してないんですよね。まあ、あくまで2019年9月30日現在なので、まあ、これからね、変わっていくとは、ま、個人的には思うんですけども、今現時点では対応してませんので、まあ、もしね、これから今日の動画見て、あの、ポ、あの、モニター案件やろうっていう方はね、まあ、あの、ファンクルだったり、まあ、他のポイントサイトをね、ひとまずは利用しといた方が、ANU マイルにね、直結するかなっていう感じですね。まあ、あの、 ラインポイントがね、まさか今日解約されると私も思ってなかったんでね。まあ EC ナビだけ今のところ、えー、ドットマニーね、交換ができませんので、えー、これからポイントサイトのモニター案件やろうっていう方はね、ちょっと他のポイントサイトでやることをお勧めします。えー、ちょっとね、今回の動画では、ちょっとこれ本当にリクマイナーの人からすると結構衝撃的な事実なんですよね。本当に。 あの、今まで1万ポイントであったポイントは8100マイルにできたものが、1万ポイントは7500マイルに、が、えー、今ま、今現時点での最高交換率に変わっていくっていうことですので、もちろんね、 12月の半ばぐらい、12月の、ごめんなさいね、12月の27日ま、12月の27日までは交換できるんですけども、まあ要はそれまでにラインポイントに来てないと、ポイントは交換できないのでね。ちょっとね、これからちょっとどうなっていくか、ちょっとわからないですけども、ひとまず暫定的な、えー、ポイントサイトのルート、ANA マイレーのポイントサイトのルートは、東急ポイントルートが最高還元額だと思っています。 こちら今75%ですので、ま、まだね、あの、これから ANA マイルを貯めようっていう方で、今までね、あの ANA マイラーの人たちは皆さんこちらのソラチカカードの発行をね、お勧めしてたと思うんですよね。こちらがないと交換率が下がってたんで,ですが、これがもう使えないってことですので、今現時点で一番最初に発行するクリジットカードはこちらに変わっていきます。 ま、これだけは、まあ、おそらく間違いないかなと思いますんで、他のルートが開拓されない限り、えー、ひとまずね、こちらの ANA の東急ポイント、えー、カードが、えー、間違いなく、これがメインカードにこれからキーカードみたいな感じになっていくと思いますので、えー、ちょっと頭入れといていただけたらなと思います。ちょっとね、バタバタしてしまって、 えー、慌ただしい動画になってしまったんですけども、2019年ね、今日9月30日、空地下ルート、えー、閉鎖の予定発表ということでね、動画撮らせていただきました。えー、それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ